リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋頑張った時の戦いになって、筋つくな、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃ楽。でもしんどい思いしながらトレーニングしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード20ヤード飛距離も伸びると思ったり、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。試合の日の朝の朝ごはんです。今はね、2日目の朝で、今日はホストマザーが買ってきてくれたベーグルにクリームチーズを塗って、私の好きなフルーツ、いや昆布茶とコーヒーです。プロテインがないんやけど、なんかね、朝をねプロテインを食べる気になれないんですよね。って感じで、なんかこんな感じで食べます。プロテインパウダーとか買った方がいいかもしれないですね。感じです。ではバイバイ。今週のラフはこんな感じで、すごい高いです。美味しそう。 How do you say in Chinese? 好吃。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 おはようございます。今週のコースはこんな感じで、練習場です。ラフやばいですよね。なんかイギリスっぽいコースで。今日はね、昨日は練習ラウンド18して、今日はハーフ回って、明日もハーフ回る予定です。では、行きます。今日のお昼ご飯です。今日は練習ラウンド9ホール回って、そこから練習して、今何時や、4時ぐらいで、この寿司いくらやと思いますか？$13日本に行ったら1500円ぐらい、マジでやばいですよ、って感じです。ではいただきます。おはようございます。 How do you say in Chinese おはようございます？早安。あ、早安。早安。早安。おはようございます。はい、皆さんお疲れ様です。今日は何日かわかんないんですけど、木曜日なんですけども、先週の振り返りできてなかったから、すいませんできなかったから、したいと思います。結果はね、11位でベスト10フィニッシュできなくて、初日と2日目良くて4位ぐらいだったかな。で、良くて、でも最終日ちょっと落としちゃって2オーバーで、でトータル2アンダーで11位やったんですけど、先週はやっぱなんかすごいね、ハードなセッティングやって、ラフも長くて距離も6700何歩あって、めっちゃ長くて、前 LPGA が開催されとったコースみたいな感じで、長くてって感じで、でもなんかそのマネージメント的に、日本のゴルフ場のマネージメントが通用するゴルフ場やったから、すごいなんか自分的にはゴルフ組み立てやすくて、そのいつもみたいにそのスーパー伸ばし合いじゃなくて、結構なんかパー取ってみたいなのが大事なゴルフやったからとか言いつつ、めっちゃボギー打ってめっちゃバーディー取ってみたいなことやったけどって感じやって、最後マジで50センチぐらいのバーディーパット外して得点を伸ばして、すごいショックで、
まあ、自己最高位やけど、なんていうの、トップ10に入る最大のチャンスやと思う。そこでなんか最後これ入れたらトップ10とか知らんかったけど、普通に、まあ、なんか悪いパターンじゃなくて自分の思ったように言ってたけど全然曲がらなくてって感じで、トップ10に入れんくてすごいショックでした。で、選手がね、あのね、すごいもうなんかもう環境もすごい良くて、先々週のノースカロライナはもうほんまにまず生きていくのが大変っていう感じのところで生活しとってんけど、今週は、あ、違う、先週はなんかホストハウス申し込んどって、最初アメリカ人のとこやってんけど日本人の人が申し出てくれて、で、その日本人とアメリカ人の人の家に泊めてもらって、それでなんかそのお母さんがすっごいいい人で、お父さんも超いい人やったけど、別にね、で、お母さんとめっちゃなんかいろいろ話したり、ご飯食べに行ったりとか、まあいろいろ、なんか久しぶりに人と、対人と日本語で話して、で、いろいろすごい楽しかったです。すいません、すごい疲れてて、そう、すごい、ね、めっちゃ楽しくて、で、結構なんか友達とバーベキューしたりアイスクリーム食べに行ったりして、選手はすごい充実した1週間やってんけど、ちょっとなんか全然ゴルフと関係ないんですけど、その自分のこのアメリカゴルフとは関係ないけど、すごいプライベートなことですっごいショックなことが起きたんで、なんていうんですかね、こんな感じです。しばらく立ち直れなさそう、恋愛とかじゃないんですけどって感じのことが起きたんで、ちょっとね、だいぶメンタルきと、アメリカにおるし、その日本の人と喋らない、ん、まあ、別に喋れなくてもいいんだけど、とりあえずすごいショックなことが起きて、今はなんていうの、人生でね、多分ベスト3に入るぐらいね、結構ショックな出来事があったから、今はすごい普通じゃないです普通じゃないですから、なんてノーマルじゃない、すごい辛い時期、うちにとってすごい辛い時期、しかもなんか、はい、まあアメリカにおることが辛いと思ったことはないけど、とりあえず今は人生が辛いです。全然ここのアメリカにおることとは関係ないけど、でもちゃんと寝れてるし、ご飯もちゃんと食べてるし、成長したなって思います。昔は嫌なことでもすごいショックなことがあったら、寝やん、ご飯食べない、一生落ち込んでるって感じだったんですけど、今は大会があるからご飯も食べやなあかんし、寝やなあかんしっていうので、一応ね、作業的な感じでやってるけど、ほんまに時間が経つの待つしかない、こういう機会が言えるから。で、そっから日曜日かなに、友達、タイ人の女の子、ジャラビーって言うんだけど、ジャラビーと2人で車で7時間も運転して、この同じミシガン州やねんけど、すごいなっていう、ハリスミシガン、なんかわかんないですけど、7時間も運転してこの次の会場にたどり着いて、今週は、そのジャラビーと2人で部屋をシェア、ホテルなんやけど、部屋をシェアしてます。すいません、ほんまにちょっとね、人生マジで終わりすぎて、あの動画とか全然撮れんかって、動画撮れるなんて精神状態じゃなくて、で、今だいぶマシやから、こうやって撮ってるんですけど、見たら分かると思うけど、顔が死んでますって感じで、まあでも言ってても仕方ないんで、とりあえず頑張っていきます、はいって感じです。では、あ、話すごい変わるんですけど、私来年エプソンツアーでやるか日本ツアーに変えるかすごい迷っとって、なんでかって言ったらお金がないから。で、ファースト QT が夏にあるんですよね、アメリカので。それの、まあ、去年は参加費が25万-45万円やったんですよ、ファースト、セカンドで。でも今年受けやんとこうと思って、私、その、ここの、アメリカの QT。
お金ないだそれだけでも200万ぐらいかかって、普通に無理やってなって、でもう諦めて日本帰ろうと思って、か、まあ、このなんていうエプソンツアーで35位に入ったらファイナル QT やし、80位に入ったら来年シードなんで、今70位なんですけど、だからそれ狙おうかなみたいな感じに思っとって、もう気合いのとこうと思っとったら、まさかのファースト QT をちょっと調べたら、私なんかセカンド QT からやったんですよ。なんかエプソンツアーのその時期があるんですけど、6月までのランキング100位以内やったかな、わからんけど上位やったらセカンドカラーらしくて、でセカンドカラーっていうことが発覚しまして、えそれやったら受けようと思ってそれやったらいけるなみたいな、まあ45万かかんねんけど参加費だけで、でもまあそのセカンド QT が10月にあって、それを受けて日本に帰ってきます。で来年はどこでやるか分かんないですけど、まあ、どこであれ自分のベストを尽くしたいなと思ってます。まあ私はアメリカでやりたいけど、まあ、現実問題なんか普通にお金がないです、はいって感じで、今週のコースはめっちゃむずい。去年は優勝スコア17アンダーって書いてあったけど、えどうやって出したっていうぐらい、なんかラフも超深いし、なんかほんまに日本のメジャー、日本女子オープンとかうち出たことあるんだけど、比べ物にならんぐらいラフ長いっす。全然動画撮ってなくて申し訳ないんだけど、一応生きてます。元気ではないけど一応生きてます、かろうじて。でこの大会が終わったら1週間オフで3人でニューヨーク行って、2週間オフがあって日本に帰ろうかなって思ったけど、お金がなくて帰れなくて、その2週間は、ラスト、ちょっとカナダに行ってきます。まあ、明日からトーナメントなんで、頑張ってきます。では、さよなら。あ、おいしそう。How do you say Chinese? おつ?おつ?おつ? How do? How do?